された作品もある本名大塚秀次郎サイレント映画の時代、日活向島撮影所の小山役者として知られる。1888年2月4日、滋賀県狂本郡草津村に生まれる。日本映画俳優全集、男優編及び芸能人物辞典、明治大正昭和には、旧姓、岩倉鉄道学校を卒業した旨の記述があるが、 現代俳優名館東京英俳優編によれば、旧正小学校を卒業後、旧正の大津中学校を2年次に落第して、中途退学し、1907年、数え年20歳の時に、京都大丸五福店の店員、同年、大阪三越五福店の店員になったとあり、岩倉鉄道学校については一切、言及されていない。日本映画年間大13.4年には、 最終学歴は、愛知中学半途大学とされており、現在の滋賀県立愛知高等学校の前身は、女学校でありかつ当時はまだ創立されておらず、名古屋の旧姓、愛知中学校も当時はその名称ではなく、どの学校を指すのかは不明である。1912年、原達夫門下に入る。原達夫、秋月葛太郎らの審判の劇団に参加。 1913年には、井上正夫の門下に入り、同年、東京の明治座の舞台に立つ。同じく、いい用法にも支持した。日本映画俳優全集、男優編によれば1917年10月、現代俳優名鑑によれば1919 19年、日活向島撮影所に入社、小山の俳優として、サイレント映画に出演する。 日本映画年間対象13.4年によれば、1918年10月27日に公開された仕様がデビュー作であるという。それ以外のデータベース等の記録に見る最初の出演作は、1919年2月1日に公開された復活における三つ子役である。1922年10月29日に公開された絹笠定之助。 内田富共同監督による小西巡査に出演しているが、これは日活からスピンアウトした牧野正造が設立した牧野教育映画制作所の制作した映画である。1923年に発行された現代俳優名鑑によれば、森は自らの支配人という欄に日活常務牧野正造と答えており、向島にいながらにして牧野を信奉していた。 同書には、市外向島寺島村定外2807番に、住み、身長は五尺三寸二分、体重十二巻840問目、敵役は、可憐なる少女に噴する役柄とある。常用タバコは、敷島、常用飲料は、ユニオンビールと、ウイスキー。同年、同撮影所は、お山を廃止したため、男性役に転向。 同年6月29日に公開された俺の勝利さで愚かな木道を1万個を演じて主演した。同年9月1日に起きた関東大震災で同撮影所は壊滅全機能を日活京都撮影所に移し現代劇を制作する第2部を創設した際に森も移動している。1927年、牧野肖像による 牧野プロダクション五室撮影所に移籍現代劇から時代劇に転向した。満40歳となった1928年3月14日に公開された牧野肖像による大作映画中根義列実録中心蔵に出演、菅谷半の城正則を演じた以降の出演記録が見当たらない。森が信奉する牧野肖像は、 翌1929年7月25日に死去しており、以降の森の消息は不明とされていたが、実際は同作を最後に退社しており、その後、キネマ巡報1933年7月11日号にて、去る6月30日に、滋賀県大津市の自宅で病死したと報じられている。毎45歳を打クレジットはすべて、出演である。公開日の右側には役名。 および、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは平記した。すべて制作は、日活向島撮影所、配給は、日活。 すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活京都撮影所。第二部、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活大将軍撮影所。配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、巻のプロダクションを室撮影所。配給は、巻のプロダクション、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。